ではね、ちょっとスキル1から確認していきましょう。ミラベル登場しました。ありがとうございます。さあ、ミラベルから使っていきましょう。フィーバーが始まって中央消去ということで、スキル1でどれぐらいの性能か、見ていきましょうか。多分スキル中ツム動けばいいんですけどね。プリンセス系みたいに。チェシャ猫とジミに一緒に来るの？同じ色じゃないのこれ。あー動かないよね。で演出やっぱいいっすね。いやスキル1、20消去か。演出すごい可愛いな。フィーバーインできるのは強いっすね。やっぱフィーバーインできるのは低スキルだと強いっすね。いや、これ使わない方が分かったかな。22。タイムボムナイス。スキルはね、結構回ってますね。あ、フルアイテムだからってのもあるかもしれないけど。でももう1000万スコアは余裕そうじゃない。残り30秒。あ、ちょっと微妙だね。微妙。だいたい700万スコア出れば1000万だったっけ。フィーバーが絶対始まってからの消去なんで、スコアがね、やっぱ毎回フィーバー中のやつになるんで、そこはでかいっすね。ほい。いやでも1000万届かないか。ああフィーバー調整できず。まあ、ちょっとスキル1は、ちょっと消去数少なすぎかな、という感じはやっぱしますね。うん。さあ、あとは、もう一体。なんて名前だったっけ？イサベラやったっけ？イサベラだったっけ？イサベラだった気がする。ラーダム消去。さあスキル1で消去数は19か。でもどうなんだろう。ミラベルより強いかな。さあ1000人以上の方、おはようございます。皆さんおはようございます。まあちょっとスキル1とかだときついね。スキル1とかだったらプリンセス系の方が強そうだね。特にシンデレラの方が圧倒的に強いです。で、やっぱりマイツム残しは確定っぽいですね。
前積む残しは確定かな。やっぱね、発動数ちょっと重いね、これ。でもコインはさ、意外と稼げてないですか？まあ、稼げてるっつっても知れてますけど。はい、皆さんはとりあえず引くの待ってもらって、まあ夕方ぐらいにまた評価と引くべきかの動画あげるんで、まあまずはそこで確認してもらえたらなとは思いますけど。スキルがね、思ったより重い気がする、これ。はい、うわー、きちいね。きちい。スキル1きちいね。はい。っていう感じでございます。うん。まあ、ちょっとね、スキル1はほぼほぼ使い物にならないけど、まあ、ミラベルがやっぱフィーバーイン、スキルがあるんで、そこだけはいいかなっていう感じですね。フィーバーミッションと、まあ、スコア出しに絶対フィーバー入るんで、で、消去するんで、まあ、ここはいいところかなと思うけど、まあ、プリンセスシンデレラには全然かなわないかなっていう感じはしますけど、まあ、今のところスキル1は微妙っす。こんな感じです。ということで次はスキル4の確認していきましょう。